はいどうもお茶です。じゃあ今日もギルティーガーやっていこうと思います。お、ちょうど20代の方がいる。最近新ばっかでね、申し訳ないです。まあ個人的になんか最近ね、回より新の方が来てるんで、なんかもうちょっとね、メインキャラこれ交代あるんじゃないかなってワンチャン思ってるぐらいです。はい、まあ多分ないけど。ってことで相手メイですね。勝率見た限りだと5割ないって感じ。よし頑張ろう。これ2敗の浮き攻めがほんと強い。これこのジャンプキャンセルがねできるってのもマジ強いし、キャンセル候補がすごいあるんですよね2敗で。リスクゲージもたまるっていう美味しいことづくめ。これはでこれで締めてラッキー。これね、ほんと強いっすよね。画面端だったら 2K からもためびグループいけるっていう。あー、逆だった。あー、拾えなかった。ほんとは拾えるんですよ、これ。ジャンプ狩り。バッター多いんで、あんま脳死けぜ。今みたいに。今、エンスローとしたんですけど、飛んでたから。あー、ミスト。これラッキー。バーターになってなくてよかった。うー、なんか漏れている。やったー。まあここはね、普通の人なら待つんでしょうけど、俺は勝ちたいんで待ちません。これミスんなきゃ勝てる。オッケー。まあ相手のミスもあったおかげで割と危なく、危なげなく勝てましたね。これシーン21段いけんじゃないかな。もしかしたら回を抜く可能性が出てきた。やっちゃった。はいこれ美味しい。はいこれ美味しい。これねブル締めね、すげえ有利時間取れて肉食えるっていうのをこの前知った。この前っつうか今日。女キャラはめんどくさいから、これワンチャン殺しきりできたかな。あ削れた。もしかしたら今殺しきれたかもしれないですね。開幕これ様子見してみましょうか。これリスクゲージやばいでしょ。これめっちゃ減るよ。4回いきたい。オッケー来た。減りすぎ、さすがに減りすぎ。これはクソキャラと言われるゆえんです。やった。ブリッツ見てから上り JD 余裕でした。あうーん、バースト読むべきだったか。かブルだったな。あそこバーターになってるし殺しきれるしでブルだったな。なかなか最後の一発決め出してくんないなって言おうとしたら GS が刺さった。やった。これ21なるんじゃね。いけそう。あーまだ無理か。これで一応ランクマーこれシンは4連勝中なんで、おそらく次でいけると思います。はい、ということでね、今日の動画はこんな感じになりました。失礼しまーす。